全国の進撃の巨人ファンの皆さん、スラマッパギー、どうもちはやです。進撃の巨人2の実況をやっていきたいと思います。本日4月12日にアップデートが入りまして、新たな調査任務が3つ増えました。その3つをね、早速遊んでいきたいと思います。今回装備はオメガスライサーできました。ちょっと特殊な武器で麻痺効果っていうのがありますね。で、一応カンスタさせておいて、切れ味は1150ですね。で、ここは変わりません。相変わらずプロミネンスシリーズが一番強いと思いますね。自分としてはね。さあ行きましょう。一騎当選。技能力披露会、二度目の勝利ですね。じゃあまずは一騎当選から行きましょうか。採掘拠点を失うと資材獲得、減少の、獲得資材減少の危機。新兵たちの力を借り、採掘拠点を守れ。ということはもらえるのはレアメタル系か。レアメタル系はな、そんなに必要としてないんですよね。まあ、最初のクリア報酬はきっと美味しいと思うので、サクッとクリアしていきましょう。一応ランク SS もね、狙いながらいきたいと思います。バディにベルトルトさん連れてきてるんで、ランク SS は多分狙えるかなと。これがフラグにならないといいけどな。さあ、状況を確認しましょう。採掘拠点6が巨人50体討伐。ということは結構時間かかりますね。この動画長くなりそう。なるほど、6。ああ、なるほどね。2つくらいしか壊せられないのか。結構厳しそうだね。行きましょう。とりあえず端っこから潰していくか。人類の味方となったライナー。ちょっと面白い。オッケー、周辺は片付けたかな、これ。あ、若干残ってますね。駐屯拠点作っておきましょう。早速攻撃してみようか。ああ、麻痺ってるね。なんかビービーしてるね。ああ、そういうことなんだ。さすがに硬いな。あ、なんで硬いか分かった。決戦の呪し使えてなかったんだ。決戦の呪しベルトルさん使うとね、あれしちゃうんだよね。勝手に解除されちゃうんだよね。さあ、若干ラグっておりますが、ズドン。周辺3匹4匹くらいはいったかな。あ、若干残りましたね。結構強いよ。腕切れてる側からいけば大丈夫かなと思ったけど、やるね。おお、ナイス感想。腕切れてるくせにやるよな。あ、飛んだ。オッケー。絶対今うなじに当たってないと思うけど、倒せましたね。もう一個駐屯拠点作っておきましょう。なるべくまとまってるとこでね、やんないとあんまり意味がないからね、ベルトルトさんのね、このバディアクションは。でもやっぱこれ本当に強いと思う。これだけぶっ壊れなんだよな、性能が。あ、結構高いぞ、体力が。一回じゃ死なないパターンだね。駆逐してこの狭い壁内の世界を出たら、外の世界を探検するんだ。マジか、この左にいるやつも倒せないか。あ、そういえば確認してなかったな。捕獲できるやつがいたかもしれないな。まあ改めてまたやればいいか。ちっちゃいように見えるけど3メートルあるからね。超でかい。あ、今麻痺ってて、ってわけでもないか。とりあえず腕切っちゃおうか。若干うなじにダメージは入ってましたね。オッケー、サクッとしよう。50体討伐っていうんだから、こっからまた大量に出てくるわけだよね。今は兵士として最善を尽くすだけだ。マップの北に見えてる狭いエリアあるじゃないですか。あの中に敵出てくると、ベルトさんだとちょっとまずいかもしれないですね。さあ、とりあえず補給しておきましょう。なんか出てきたっけ。あ、ミカサとジャン出てくれるのめっちゃ助かるな。サクッと倒します。これベルトルさんでこう踏みつけてるのを見てると見てても面白くないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ランク SS 取りに行くってなると雑魚敵倒すのに時間取られてられないんですよね。だから申し訳ないんだけど、ベルトルさんで行きたいと思います。めっちゃ強いな。なんだこれ、3回踏みつけなんて。あれかな、
ここからは一緒に行動しよう。あーでもやっぱり3回かもな。めっちゃヒットポイント高めだなこれ多分。いやこれかなり苦戦しそうだわ。あ補給物資うま。あそういえばなんかこの光る粉ってやつ使うとスピードが上がるとかっていうのを聞いたんで早速使っております。兄のか弱い女っていう表現すごい笑うんだけどめっちゃ強いやみたいな。普通にこう巨人を切るよりはベルトルさんで踏みつけた方が早いんですよね。マジか3回踏みつけなきゃいけないってやばいぞ。めっちゃ強いぞん。恐ろしい。巨人が強すぎる。されてるみてえだな。オッケー。でもミカサがこれで味方になったしジャンもいるからベルトルさんだけじゃなくてこの2人をうまいこと使っていきたいんです。ご私はこの名前のままで生かした人生を送る。それが私の人生復讐なんだよ。次はミカサ。今度はダズか。ダズはあんまり使えないんだよな。助けが必要だな。まあでもミカサ入ってくれたらめっちゃ助かる。捕獲するときにねミカサとリヴァイ兵長いるとめっちゃ助かるんですよね。しかも今回あれだもんな、この拠点壊されちゃいけないっていうんだから結構守りながら戦わなきゃいけないっていうの結構厳しいよ。しかも巨人が強いって言うんだからなおさら厳しいよな。これランク SS 厳しいかもしれないです。普通にきついかも。よしとりあえず OK だね。若干散らばってるやつは一旦後回しにしてまとまってるうちに巨人叩いた方が楽かな。こっから多分離れていっちゃうからまとまってる間に倒そう。え、でも4匹しか入んなかったか。いや、これなかなか厳しいですね。多分ランク SS 厳しいかな、1回目。あ、これあれか。ダズも助けに行けなきゃ、行かなきゃいけないんだ。早めに。いや、でも、拠点壊されちゃったらしょうもないからな。これどうだ。奥のあのハイハイしてるやつもいけるかな。あ、いけてないかも。もうちょっとこっちでやんないとダメかも。誰かのために生きるなんてうんざりだ。私は全部自分のために生きるぞ。よしよし、 OK ですね。 SS 診断が足りねえ。壊される。拠点が壊されちまう。急がないと。 OK 3匹ロックオンしたと思う。やばいな。紫の緊急要請は早く助けに行かないとやばいやつです。急がないとアルミンが死んじゃう。任務は全部クリアしないとランク SS 行かないんですよね。これは若干残るか。まあ、こういう時こそジャンで筋肉隆々だね。あと14切んなきゃいけないのか。その前にアルミン救いに行かないとダメですね。よし OK、 ダズ救った。かなり厳しいね。とりあえずアルミン救ったぞ。これで大丈夫かな。任務はどうだろう。副任務まだあるみたい。筋肉めっちゃすげえな。格闘家みたいな巨人ですね。お、麻痺った。毎回麻痺るわけじゃないんだな。そしてマルロマルロかよ。お、めっちゃ入ったね。範囲内すごいな。8体くらいいるぞ。自分の意思がない。みんなが羨ましいよ。ここでジャン。つなぐりでいけそうじゃないこれ。お、緊急飛ばす対象出ましたね。
あとはもう拠点守んなくていいんだよね。こうなったら緊急討伐対象どれ、これかな。めっちゃ遠いな。もう採掘拠点壊れてもいいんですよ。途中にある3つを進撃の拠点にしてって感じかな。そしたら15分くらいで多分ランク SS かなって感じなんだよね、予想だけど。この感じ俺10分切れって言われたらマジ地獄ですね超厳しい。本当に試行錯誤をしながらやんないとダメなやつだな。ベルトルトとは昔からの馴染みだ。やるときはやるやつだ。間違えた、先ミカサやっちゃった。先ジャンだね。あ、でもミカサのダメージもすごいな。進撃の拠点作ってるから。いや、これ腕切んのダメだな、時間かかるな。外れた。うわ、ダメージ量少ない、まずい。6万じゃちょっとまずいね。これ一旦ベルトルさん使って周辺にいる雑魚を切ります。誰かがやらなくちゃいけないんだよ。もう何度も死にかけて。オッケー、お疲れ、めっちゃ時間かかった。急いで戻って、一旦補給拠点にしますね。で物をもらってさらに進撃の拠点に変更。こんだけ進撃の拠点使えば多分ダメージ量は大丈夫だと思うこれすげえなんだこれ。いや、ちょっと待って、その死ぬから、あぶな。なんだこれ、こんなことあんのか。角度が厳しい、角度が。倒れた時の。よし。いった、やった。ミカサ使っちゃおう。これで、しまいかな。よし、オッケー。ハード。よし。あと一匹や。時間かかったな、このクエ。オッケー、お疲れ。進撃の巨人原作の方に獣の巨人が3体同時に出てきたらみんなが終わったっていう顔するのは間違いないだろうなちょっと見てみたいけどな、進撃の巨人とかで。あー、やっぱ時間が間に合わなかったか。あー、マジか。うわ、なんだこれ、すげえな。31個か。あー、巨大樹の神材は強いな。これまあ、1回目の報酬だからね、超多めにもらえてる感じですからね。そうっすね。よし。でも17分57で S ってこと、俺確か18分クリアだったんで、ほんとちょっとだけ短縮しただけかよ。これは運が悪かった、時は。もうちょっとだったんだな。一発目でランク SS いけそうだったじゃん。さあ、2回目のクリアは、ランク報酬が、これがついて、クリア報酬のここも変わってなかったと思うんで、これはずっとこのままっぽいね。でもこれやるんだったらどうなんだろうな。俺は傾く塔とやった方が効率的な気するな。
かなりボリュームのあるミッションでしたね。獣の巨人4体はさすがにハードだな。これまあ、ミカサがどうも固定みたいなんで、まあ、クエスト自体はうなじ借りというのはそんなにきつくないのかなっていう気がしますが、ぜひ皆さんもね、遊んでみてください。動画最後まで見てくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。